東京電力は家庭用のスマートメーターで部品の一部が発熱する不具合が相次いでいたにもかかわらず火災の恐れはないとして公表していませんでした東京電力によりますと去年8月までの1年間に東高東芝メーターシステムズ製の家庭用スマートメーターで電気の使用量が測れなくなる不具合が16件相次ぎましたいずれも基板の一部に 発熱による変色が見つかっています消費者庁などはこの不具合を火災事故としていますが東電は火災につながる恐れはないとしてこれまで公表していませんただ東電は全国に設置された問題のメーターおよそ2万4000台について交換を進めています